はい、まあ多少ね何かに洗脳されて人は生きてますからね。なんか野菜を食べたら健康になるみたいな、これも洗脳でしょ、うん、本当なのかなと思いますよね。バランスよく食べないといけないとか言いますけど、これ本当なのかなとかね。むしろ人類はバランスよくなんて考えずに、今しか食べれないものをとりあえずつなぎで食べてきてここまで来てるんじゃないかなと思うんですよ。そう考えたらね、本当に1日30品目食べないと生きてこれないのかな。だったら今までの人類はそんなことしてきたのかなって思っちゃうわけですよ、うん、まあなんかね、この度ねごぼうの塔っていうところの話を聞いたんですけども、ごぼうの塔の代表の奥野さんが言われるには、なんか人類は5億人ぐらいがちょうどいいらしいんですよ。だから5億人ぐらいに減らすための活動がこれから始まって、で誰を残すかには日本人ってのがね乗ってないそうなんですよね。まあそれに対して NHK 党の立花さんは、だから私たちは何をするんです、あなたは何をするんですっていうふうに問いただしてるんですけども、ちょっとそこは明確な答えがいただけなかったかなというところですね。まあですんで、まあ不安をね煽ると言ったら言い過ぎかもしれませんけども、こう危機感を感じさせていただけるっていうのは一つラッキーなことでありますけども、やっぱりそれもね、あまりにも口頭無形なことがいきなり突きつけられるとすぐに都市伝説とかね陰謀論とかになっちゃうんで、そう思わせないように段階を経て、そして納得感になるような形で話していくことがやっぱ大事なんだろうなと思うんですよね。まあネットビジネスでもワンクリックで100万とかって言いますけども、なんだそれはおかしいじゃないかってなりますよね。でもメールマガジンを構築して読者さんを募って、毎日毎日無料の情報発信をしていって、そこに信頼関係が生まれた時にセールスをすればワンクリックで100万ってのはありえるよねってことをずっと学ばせていただくと理解はできますよね。でもついついじゃあワンクリックで100万だったら、じゃあね電気屋に行ってそこら辺のパソコンワンクリック押したぞ、いや金出てこねえじゃないか、パソコンの製造メーカーが一番儲かるんじゃないのかって話になっちゃいますからね、うん、まあいろいろありますよね。だからね、でも工場勤務に洗脳されたら本当きついですよね。仕事ってのはきついもんだとかね、人の嫌がることをするから仕事になるんだっていうのは昔の洗脳パターンだったんですけども、今は必ずしもそうじゃなくて、やってる方も楽しくって、お金払う人も楽しくって、みんなで楽しいのが仕事っていうのもありえますよね、うん、まあなんかね、何が苦しいかとかそれを選ぶのは人それぞれですから、うん、仮に工場勤務がもう大変だ大変だって言っても、じゃあ工場勤務で月収200万ですって言ったら楽しく働くかもしれませんしね。だからちょっとしたことで人の気分ってのはモチベーションってのは左右されて、で価値観ってのもぐるっと変わるんでしょうね。工場勤務で毎日油まみれになって働いてね、どやされながら手取り15万だったらさすがにお前が終わってんだよって言われたら腹が立つと思いますけども、手取り150万ですって言ったらお前が終わってんだよって言われた時に、いやいや全然終わってないですから堀江さんみたいなね、ひょうひょうとしてられるんじゃないかなと。そんなことじゃないかなと。でも人口が5億人って何なんですかね。すごいですね5億人の、うん、じゃあ今度奥で行ってみましょうか。行ってらっしゃい。